核燃料物質および原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第1項の規定に基づき許可します。どうもありがとうございます。初めて原発新基準適合で、許可証をもらったそのまず所感を長期間にわたり審査をしていただきまして非常に感謝してございます。今後の取り組みについては、着実に再稼働に向けてはですね、まだステップがこう先ほど言いましたように工事認可とか障害検査等もございますので、そういうステップを着実に進めていくということでございます。九州電力株式会社仙台原子力発電所1号炉および2号炉の安全審査書案に対する意見募集、いわゆるパブリックコメントを7月17日から8月15日までの間行いましたが、カルデラ噴火の時期や規模を予測することは不可能であり、運用期間中のカルデラ噴火の可能性は十分に小さいと判断する根拠や基準が不十分ではないかというご意見でございます。それに対しましての考え方でございます。火山の活動性の評価については、火山ガイドに基づき、将来活動する可能性がある、もしくは否定できない火山を抽出し、原子力発電所の運用期間中における検討対象火山の活動性を総合的に評価することを求めております。具体的には、過去の活動間隔、マグマだまりの浮力中立点に関する検討、GPS による観測結果等により、現在のマグマだまりが VEI7 以上の噴火直前の状態ではないとする評価について確認してございます。この審査書を確定させると、これで 了承するということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。それではそういうことでこの審査書案を了承するということにさせていただきます。真面目にやれ、真面目に。何の存在にもないよ。公共を開いてくださいよ。原子力のやり口するな。こんな手続きじゃダメですよ。私に責任取るんだな。ちょっと感じを守ってください。こんなことにちょっと公共の審議をしてください。ミッションはどこ行ったんですか。規制庁も規制委員会も国民の信頼なんか回復しません。早く再稼働するためだけの審査だったと思います。直接に声を上げる人は少ないです。少ないけれどアンケートでも取ったらかなりの高い率で反対してますね。あ、そうですか。そうです。 70-80% あったんじゃないですかね。はい。だから直接は声を上げられなくても自分の気持ちはそういうアンケート上では出してます。仙台市民として未来の子どもたちに負の遺産を残したくないなという感じでここに来たんです。飯舘村は全くもう40キロ50キロのところじゃないですか。でそういうところの平和な、ね、きれいな田舎の村が建物あるけど人がいないという。で本当にもう鳥のさえずりしか聞こえず、そういう中でも本当無残だなと思ったんです。で私の田舎もやっぱり似たような山の中にあるんですけれども、そういうことを考えるとね、とても、はい、許せないなと思いました。で本当は今度の報告書を出してもう一回この専門家の人たちの知見っていうのをもらうっていう、そういう取り組みを規制庁にはしてほしかったっていうのがすごくあります。でというのはやっぱり人の命に関わることだ。で想定外の事故も起こりうるし、何があるかわからないという中で一旦事故が起きれば取り返しがつかないわけですから、それぐらいの慎重さをなぜ規制庁ができないのかっていう、そこを憤りすごく感じています。
アイラカルデラの噴火はないということで、私どもの判断したのは原子炉の運転期間中、まあ、今後約長くても30年でしょうということを私申し上げているんですけれども、その間にはないだろうという判断をしたということなんです。巨大噴火事前に予測できるとかですね、逆にむしろ今の現在の科学の知見をねじ曲げて後々の審査にも響くんじゃないでしょうか。それがいわゆるその安全神話の復活になるということは言えないでしょうか。以上です。答える必要がありますか。なさそうだからやめておきます。原発再稼働について小渕優子経産大臣は原子力規制庁の、まあ、世界一厳しい基準を合格した原発は再稼働を進めると言ってるんですが、ここで規制庁が合格を出せばですね、国民に対しては再稼働のリスクはほとんどないという印象を与えると思うんですが、再稼働するかどうかということについては私どもは判断してないということは再三にあたって申し上げてます。それから科学技術に 100% リスクゼロということもない。逆に言うと私がそういうことを申し上げているのは、安全ということが誤解されて安全神話とか、それからバックフィットっていう今回新しく規制に入ってきたそういった制度が形骸化するということのないようにということを申し上げているんです。それで世界一安全だって言ってるんじゃなくて世界最高レベルなんです。安全というのは一つの機器で何かするわけではない、担保するわけではないんですよね。ですからそういうことを含めて申し上げているんです。